大丈夫か、小塚君。痛みが治ったって言っても、それまでに相当無理してんでしょ？気が抜けてガクッとなっても不思議じゃないよ。選挙まで1時間あるし、それまで天童の生徒会室で休んでて。あそこなら他の生徒に見られる心配もないから。というわけで、ささ、早く行こう。マッサージしてあげる。気分が落ち着くお茶があるので、すぐに用意しますね。満員御礼ベリベリサンキュー。お待ちかねの結果発表の時間だよ。途中波乱含みとなった今回の選挙もいよいよ決着。さてさてさて、注目の結果は。485票対292票で天童会の大勝利。これで今年の学園祭はチケット制の導入が決定。自由に招待客が呼べるようになった。よっしゃー、勝ったぞ。残念だけど、次こそは月下が勝つからね。いいねいいね、これこそがザ・選挙って感じ。 DJ さんも初体験だからドキドキしちゃったよ。というわけで、早速勝利した天童会会長、勝利宣言をお願いします。チケット制に決まったよ。みんなで楽しい学園祭にしようね。わー、たま、勝利の挨拶はほどほどにしておいて、今回の選挙のことでうさぎちゃん、みんなとお話ししたいことがあるんだ。もちろん例の噂のこと。呪いなんてないって話になってさ、でも今更急に変わるなんてなかなかできないよね。おい、あいつ何言い始めやがったんだ。こんなの予定にねえぞ。選挙にも勝ったし、ケトおじさんの誤解も解けたのに、月夜野さん、なんか怒ってる？黙って聞いていろ。ウサギさんのお言葉に間違いなどはない。でもそれでいいのかな。なんとなく噂を信じて、なんとなくなあなあにして、いつの間にか他人を傷つけて、それでもみんなそうだからなんてことにしちゃっていいのかな。どういうおつもりでしょうか。選挙は自分で選んだんだよね。なら、これからどうするかも、ちゃんと自分で選ぼうよ。ぶっちゃけさ、アリスちゃん。呪いなんてできるのかな？できないよ。私、普通の女の子だよ。だよね。敵の総大将な私も無事。喧嘩吹っかけた37も無事。それじゃあ、誰が呪いで被害を受けたのかな？被害に遭ったのはたった一人。アリスちゃんだけだよ。確かに、ケゾおじさん、かわいそうだね。くそ、誇り高い月下界の制服を着ているくせに、僕はこれまで何を恐れてたんだ。今回の選挙に負けたのも、噂に動揺して協力できなかった私たち月下支持者のせいもあるもんね。それでね、話を戻すけど、どうするか自分で決めようよ。疑ってごめんね。呪いなんてなかったね。
これからもよろしく。あのね、気にしないで。今までちゃんと誤解を解けなかった。私の勇気が足りなかっただけなの。だからね。ごめんね、ケゾおじさん。今まで避けたりしてさ。辛かったよね。寂しかったよね。今さら許してもらえるなんて思ってないけど。でも謝らせて。ほんとごめん。あのね、気にしてないから、みんな頭上げて、ね。誤解が解けただけじゃなく、皆さんが歩み寄ってくれるなんて。こんな日が来るなんて、夢みたいです。今回の選挙はいろいろあったけど、みんなで考えてみんなで決めたよね。楽しかったでしょ？私もだよ。だからこれからも、私たち一人一人の気持ちで学園を良くしていこうよ。うおー、うさぎちゃん、ありがとう。みんな大好きだよ。慈悲深さと思慮の深さ。この切り爪切りが、墓の中までついていきます。とりあえず鼻かめ、鼻。誰が俺の服でかめっつったよ。ありがとう、月夜野さん。アリスティアさん、ハンカチをどうぞ。今回は我々の乾杯だな。すべてにおいて素晴らしかった。おめでとう、天道会の諸君。勝ったのも嬉しいけど、それ以上に、ようやく本来の形の選挙ができたっていう方が嬉しいかな。聞いてよ、この歓声。みんな自分で選ぶっていうことを改めて実感してるもん。戦いはまだ始まったばかりだ。次は負けないぞ。ええ。次こそはしっかり準備して勝ちましょう。私もこれまで以上にお手伝いしますから。うん。私も、もっと、頑張るよ。よかったです。アリスティアさんに笑顔が戻って。これも全部、先輩のおかげ。あら？先輩は？いろいろあってもうお疲れちゃんだから、今から休憩なんだけど。ああ、まあ。あ、待った。もう分かったから。あんたに頭を下げられると調子狂うから、もうやめて。それに本当はね、お礼を言うのはこっちなんだよ。おかげで、ずるずる来ちゃってた部分をやっと解消できたから。あんたが先陣切ってくれたおかげで、決着ついて、すっきりした。
誰にも見つからないように出てきたはずなのに目ざといんだから。まったく。さっき、私がオロオロするの見て楽しんでたでしょ？そっちがそのつもりなら、ウサギちゃんもとっておきを披露しちゃおうかな。さっきはさ、みんなの手前、被害に遭ったのはたった一人って言ったけど、本当はそうじゃないんだよね。今回ここまで派手にやる必要があったのは、アリスちゃんのためだけじゃないんでしょ？噂が大きくなったのは、タテチーのせいみたいな面もあって、それもまとめて何とかしたいから、ここまで派手な方法を取ったんだよね。じゃないと辻褄が合わないんだよね。なんとか乗り切ったからオールを。くれた人たちが喜んでくれたことが何より嬉しいの。
そうだったね。マルハーツ2。おい大地、おめえいつか。配慮を隠さないのはポイント高いぞ。その調子でしっかりモテるようにな。なんだ、ゲゾおじさんか。おはよう。今日も
いい天気だね。え？うん。もうすぐ学園祭だからな。祭典を控え、大いに筋肉論を戦わせていたところだ。出し物を何にするべきとか、いろいろ考えてたわけよ、これ。チケット制になったから、誰を呼ぶとかの話もしてたの。男子は敷島がいるし、女子はウサギちゃんがいるからな。このクラスなら、何をやっても面白くなるぜ。だよね。今年は、集客数ナンバーワンを狙えるんじゃない？みんなおはよう。あれ、なんか眠そうだけど大丈夫？前も似たようなことあったよね。ここんとこ仕事が押しててさ。でもまあ、選挙も終わったし、ちょっとは楽できるかも。そうだね。学園祭の準備は月下と合同だから、任せられるところは任せられるしね。聞こえた？コウズカ。そういうわけだから、そんなしょぼくれたおっさんみたいな顔してこっち見てないの。おっと、その手には乗らないよ。ウサギちゃん絶好調だし。これから学食ですか？このところいろいろあったお礼をしたいと思いまして、先輩のおかげでアリスティアさんの誤解もすっかり解けて。あ、先輩は礼なんていらないと言うと思いますが、それでは私の気が済まないと言いますか。あ、そうきましたか。アリスティアさんは私のお友達です。お友達のお礼はお友達がするのがお友達として。よかった。お茶も飲んでいただきたいんですが、お弁当も作ってきましたので、一緒にいかがですか？先輩用にたくさん作りましたので、お好きなだけ食べてくださいね。
そんなつもりじゃないんだけど、そう見えたならごめんね。え？怒ってないの？どうしても眉間に力が入っちゃうっていうか、意識すると余計にひどくなるみたいで。本当だ、さっきより眉間のシワすごいね。じゃあひょっとして今までも別に怒ってたわけじゃないんだ。うん、怒ってないよ。ごめんね、勘違いさせちゃって。マジで？呪いの力はないけど、目つき悪いのには変わりないって思ってたのに。あ、ごめん。ううん、全部私が悪いんだから気にしないで。何この子、なんでこんなこと言えるの？もし私が同じ立場だったら。だよね、私たちを責めるどころか気遣うなんて。めっちゃいい子やん。えー、そんなことないよ。わたわたすると邪神さんってなんか小動物っぽい動きになるんだね。ほんとだ、意外と楽しい人だったんだ。そっかな。そう言われると嬉しいな。やっぱりめっちゃいい子やん。やったやった、自分の口からちゃんと説明できた。もないでしょ。コミ厳しいよ。勇気を出さなきゃ伝わらないよ。ただでさえ小塚は相当にブイブルイというか、女子に興味あるのって感じだし。だよね。最初は好きな人がいて一途なのかなとも思ったんだけど、なんかそういうのとも違うんだよね、あいつ。ああいうやつには推しの一手だよ。タテチの可愛さでメロメロにしちゃおう。でも私、魔法少女じゃないから。え？何それ。あ、ううん、何でもないの。小塚くんの好みじゃないかなーなんて。大丈夫大丈夫、いけるって。タテチーなら魔法少女にもなれるから。それに女の子は誰でも恋の魔法使いだって。言ってる意味はよくわからないけど、励ましてくれてありがとう。よし、それじゃあその勢いで誘ってみよう。あ、ゆのさん、これ食べる？なんでそうなるのかな。さて、やっぱりねえ。タテチンにお弁当を恵んでもらうの、これで何回目だろうね。数えないで、くじけそうになる。